こんにちは、もしおです。今回は80年代半ばの当たりの名作、ペーパーボーイのオマージュ作品、ザ・ビデオキットをご紹介します。ペーパーボーイといえば、一部で人気の新聞配達を題材にしたバカゲーですが、それを現代風にアレンジしたものが本作ザ・ビデオキットです。新聞の代わりに海賊版ビデオを配達します。いろいろと突っ込みどころがありそうなゲームですね。続編やリメイクではないのですが、開発者の方はペーパーボーイ好きを公言していて、公式サイトに掲載されているキャッチコピーも次の通り。少年は思った。働かなきゃ。働いてジェシカにプレゼントを買うんだ。そして少年は立派な海賊ビデオ配達人、ビデオキットに成長した。明らかに狙っています。本作の魅力はペーパーボーイを踏襲したようなゲーム内容だけではありません。ゲーム内におびただしい量の80年代の映画やゲームのパロディが盛り込まれていて、それらを見つけ出したり元ネタを探して楽しめるようになっています。ボクセルアートとはいえ、ほぼそのものズバリなので、大手のディベロッパーでは実現できないインディーズゲームらしい作品となっています。ゲーム本編は高難易度ながら、クリアまでプレイしても4分程度というアーケード仕様。今回の動画では本作ザ・ビデオキットのクリアを目指してプレイしていきます。どんなパロディがどれだけ盛り込まれているか、ぜひ探してみてください。ザ・ビデオキットをプレイする前に、元ネタであるペーパーボーイをざっとおさらいしておきたいと思います。オリジナルは85年4月にアタリがリリースしたアーケードゲームです。映像は92年6月に発売されたメガドライブ版。国内では他にはファミコン版くらいしかなく、あまり知名度は高くありませんが、海外ではかなり人気があったようで、当時のありとあらゆるホビーパソコンや家庭用ゲーム機に移植されています。続編や 3DCG 版も発売されました。ゲームは非常にシンプルで、自転車の少年を操作して障害物を避けながら契約者の家に新聞を投げて届けるというもの。操作はレバープラス1ボタン、左右でハンドル操作、上下でスピード調節、ボタンで新聞を発射します。契約者の家のドアの前かポストに新聞を投げ込めば OK ですが、うまく投げ込むことができなかったり、窓を割ったりしてしまうと契約を解除されてしまいます。新聞はドアやポスト以外の場所にも投げることができ、これで人助けをしたりいたずらをしたり破壊撃退することができるのがこのゲーム最大のポイントです。どのように遊ぶかはプレイヤーに委ねられていて、新聞を配らず破壊活動に勤しんでも、障害物に接触さえしなければゲームが進行していくという自由度の高さが魅力的でした。ステージ最後のボーナスステージはやぶさめのような構成、新聞配達は二の次といった感じのぶっ飛んだ世界観が魅力です。さて、そしてこちらが今回の主役、ビデオキットです。2018年8月の発売で、国内での価格は500円、ダウンロード1000倍です。80年代オマージュ満載の本作ですが、主人公の風貌はバックトゥーザフューチャーのマーティーそのものですよね。初めてゲームをスタートすると、強制的にチュートリアルが始まります。操作はレバープラス、ジャンプ、ビデオ発射の2ボタン制。主人公はスケボーに乗って移動しますが、強制スクロールによる進行でスピード調節はなく、移動は左右のみです。歩道、左車線、右車線の3ライン制で、通行人や走行車を避けながらポストに海賊ビデオを投函していきます。ジャンプ中にキー入力することでトリックを繰り出すことも可能。ビデオは無制限なので、連射してしまっても大丈夫です。本作には残機やコンティニューはありません。1回のミスでゲームオーバーとなる男仕様です。
こうしてみるとゲームのコンセプトこそペーパーボーイを踏襲していますが、オリジナル要素も多く見られますね。ゲーム終了時にはストアで買い物ができるようになっています。買い物に必要なお金はビデオ投函の仕事やコース内に落ちているお金や宝石、ジャンプトリックによって得ることができます。コンティニューのない本作ですが、お金だけは引き継げますので、何度もプレイしていけば徐々に貯まっていきます。ストアで購入できるのはキャラクターの服、キャラクターそのもの、追加トリック。トリックは購入することでより高度なトリックを繰り出せるようになります。さてゲームの方ですが、残機設定はなく1回のミスでゲームオーバーになってしまいます。強制スクロールで移動が3ラインに限られていることもあり、ペーパーボーイと比べると難易度は高め、ちょっとした接触でミスとなり、その1回のミスでゲームオーバーになってしまいます。本作はガチのアーケードスタイルのゲームで、コンティニューなし、毎回一発勝負でオプションも難易度設定も存在しない男仕様です。ミスを繰り返して学習し、自分自身がレベルアップするしかありません。ステージマップは1つしかありませんので、覚えてしまえばなんとかなりそうなものですが、敵やギミックの出現パターンはランダムになっていますので、完全に覚えてパターン化することはできません。運が悪ければこれは突破できるのと思えるパターンもありますが、基本的には対処法が存在します。ただどんなに反射神経が良くても、事前に知っていないと回避できないギミックも存在しますので、ある程度パターンを覚えることは必要です。例えば上に乗ってはいけない車があったり、緊急停止ボタンを押さないと引かれてしまう電車などですね。ガチガチではありませんが、覚えゲー要素もそれなりにあるゲームだと思います。それではクリアを目指してプレイしていきます。このゲームエンディングまでプレイしても4分程度しかありません。その間におびただしい数の80年代オマージュ要素が出てきます。メジャーなものから少しマニアックなものまで様々です。どれだけ見つけることができるのか、ぜひチャレンジしてみてください。
いかがでしたでしょうか。エンディングまで約4分、なんとも潔いゲームです。ビデオは数が無制限なこともあり、配るというより破壊するためのものになってしまいましたね。あっさりクリアしたように見えるかもしれませんが、ここまで何十回とゲームオーバーになっています。高得点を狙わない保守的なプレイで、敵の出現パターンにも恵まれて、なんとかクリアできたという感じですね。登場するキャラクターはランダムで、今回のクリア映像には映っていないキャラクターもいろいろあったりしますが、皆さんはいくつ80年代のオマージュを見つけることができたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。本作を開発したのはイギリスのピクセルトリップスタジオとビデオキットゲームス。販売はコーラスワールドワイドというパブリッシャーが担当しています。当初は80年代らしいピクセルドット絵で考えていたそうですが、現代作品としてボクセルによって世界観を作り上げることを選択したとのこと。音声はすべて開発者とその友人で収録したそうです。クォータービューとボクセルアートとの相性はバッチリですよね。元ネタのペーパーボーイはクォータービューのグラフィックが特徴となっていましたが、ボクセルアートと組み合わせることでステージそのものが立体的に、また可愛らしくなり、より魅力的なものになったのではないでしょうか。権利関係が難しそうな80年代のオマージュも荒いボクセルアートだったからこそ、なんとか実現できたのかもしれませんね。本作ザ・ビデオキットの販売価格は500円。とてもシンプルで、ステージも基本一つしか用意されていませんが、出現パターンはランダムで、高得点を目指すと非常にシビアで難しいゲームです。中毒性、やり込み要素もありますので、500円分遊ぶのはあっという間だと思います。興味をお持ちになった方はぜひチェックしてみてください。皆さんは今回のザ・ビデオキットどのように思われたでしょうか。感想など何でも構いません。ぜひ気軽にコメントを残していっていただければと思います。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。